こんにちは、福山一恵です。親子関係のカウンセリング、先生のお話聞いてくださいね。で、運よく僕のようなその人と出会うことができない人もいるかもしれない。でもそういう人もこの YouTube の音声をですね、自分のことのようにずっと繰り返し、まあ、特に寝る前にね、これを毎日3分でもいいからずっと聞いてると、ね、不思議ですけど、嘘みたいですけど、ね、一回やってみたらいいと思うんですよ。これを聞いてくれてる人もね、自然とその今までつい出てたものとかつい出なかったものっていうのがなくなるんですね。それは潜在意識から出てたからなんですよ。で、潜在意識っていうのは今までも福山さんにいろいろ教えて、ブログもいっぱい書いてもらってますから、で、できれば福山さんのブログも YouTube 聞いてくれてる方、そして福山さん自身もね、自分の書いたものを読んでもらって、その繰り返し読むということでも潜在意識のプログラミングっていうのはできるんですね。で、次のステップっていうのはね、簡単に言うとどういうことか、娘さんのことがそんなに気にならなくなる。娘さんが機嫌が良くてもね、必要以上に喜ばない、機嫌が悪くても必要以上に落ち込まない、そういう状態、日常になるのが僕は次のステップだと思うんですよね。そのためには潜在意識を使ってほしいなって思いますよね、ありがとうございます。私は潜在意識の書き換えに何度も繰り返し繰り返し見たり聞いたり読んだりして、本当に成果が出ているんです。本当に悩むことがなくなったんですよね。あなたも一緒に潜在意識の書き換えをしてみませんか。また関連記事のブログも書いていますので、よかったらそちらの方も覗いてみてくださいね。下の説明欄にリンクを貼っておきます。それではまた。